今のは。宝台様、目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。慎重に進みましょう。Yeah!
この調子でどんどん行きましょう。Thank you.
ったわ。ありがとう、ホーガン。危ないところでした。恥ずかしめを受けて許せるわけないでしょ。そこをなんとかお願いです。クレナだって試験の課題だから仕方なくやっただけですし。そう、仕方なくね。そうなんですよ、これが悪魔の仕事なわけですから、クレナは悪くないのです。ならあなたを魔界に送り返すのも私の仕事だから仕方ないわよね。え？さよなら、悪魔さん。強制送還！そんなーでーす！これで一件落着。私も心配したわよ、東大があんな無茶するなんて。でもそのかっこよかったわよ。ごめんね東大、今日の私失敗ばかりで。それはあなたがいてくれたおかげ。やっぱりすごいのね放題は。さっきの技もすごかったし、もしかしたら私なんかよりずっと悪魔ハンターに向いてるのかも。ごめん、私もう行くね。今日はずっとありがとう。東大様、だとしてももう時間も限られています。ここは彼女を追いかけましょう。それはまあ、はい、そうでしょうね。見ればわかりますし。するのが一番です。ただしそれとは別口でモテオーラを高めることは忘れないでください。モテオーラが弱いままだと告白が成功してもちゃんと天使の矢の力が機能するかどうか分かりませんから。でどうするつもりですか。まさかまるっきりノープランってことはないですよね。まだダークパワーは
女の子たちに残っています。後遺症というやつですね。放っておいても明日には治っているとは思いますが。また来てくれたんだ。サンキュー。募金してってよ。はいだサンキュー。まあね。ところで気になってたんだけどさ、今日の放題なんだかモテモテじゃね。いやバレたって、目の前でそんなに告白されてるの見れば僕だって気づくよ。放題もいろいろ苦労してるんだな。でもそんな生き方もロックだな。そういえば先輩にもあったんだよな。そんな、ま、とにかくあと少しで募金もたまりそうだし、できれば協力してくれよな。いっぱい買っていってくれよな。また来てくれよな。